それならもっと可愛い顔になっちゃいましょうね。こうしてわざと汚れをカサカサとくすぶってみたり、くすぐったいですか？うん？背中震えちゃいますか？だらしない顔になっちゃいますか？いいんですよ。私たちはお兄さんのそういう顔が大好きなんです。だからほら、いっそバカになっちゃってください。頭の中を空っぽにしてぼーっとしてふわふわっとさせちゃってください。だけは大人であることを忘れちゃってください。仕事のことや面倒くさいこと全部考えなくていいんです。幸せなことだけ、気持ちいいことだけ味わってくださいね。どんどん力が抜けていってますね。いいですよ。そのままそのままぐったりとしていってくださいね。そうすれば天国に近づけます。ですから心を幼くしていってくださいね。子供のように、赤ちゃんのように、ただひたすら誰かのお世話になる立場に戻っちゃってください。千尋ってば、本当に大人をダメにするの得意だよね。耳かきのテクニックもそうだけど、言葉で甘やかすのとっても上手。意識してるわけじゃないんだけどね。ただどうせ気持ちよくなってもらうなら、とことん幸せになってほしいし、それにお兄さん社会人ですもんね。普段立派に頑張ってる分、今だけは心からリラックスしてダメになっちゃってほしいんです。立派じゃなくていいんです。かっこよくなくていいんです。 JK に甘えてください。いっぱい甘えてください。大人でもダメになっちゃっていいんですから。
に進んでいきますよ。お肌が敏感になっていって、汚れがたくさん溜まっている場所を、こうやって、コシ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 、コシ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 。残ってるのは結構しぶといですね。小刻みに、カリカリってするしかなさそうですね。ちょっとふうふうしますね。
ったくさせちゃってすみません。もう一度、カリカリとしていきますね。これでよく見えるようになったのって、今度はもっと深いところを、感じちゃいますか？やっぱり北は敏感ですね。皮膚もプニプニとしてて柔らかいし、サワサワとくすぐるように優しく汚れを引っ張り上げていきますね。ゆっくりゆっくり、耳かきにのっけたのをこぼさないように、スススーっとこすり上げちゃいますね。よしっと。頑固な汚れはしっかりと落ちましたよ。お耳の中ツルツルです。どうですか？満足していただけましたか？子供みたいに可愛い顔でしたよ。頭の中だけじゃなく、顔までふわふわしちゃいましたか？そうなんですか？そうなってもらえたら、私も嬉しいです。それなら、次の綿棒では、もっと、気持ちよくなってくださいね。ねちょねちょになった綿で、お兄さんのお耳の中、いっぱいかき混ぜてあげますからね。